さあただいまね17時05分、今日はね太刀魚釣りに来てますけどね、まあ、日落ちるまでの間ちょっとさびきでね何が釣れるかねちょっとやっていきますけどね、皆さんお待たせしましたね、ほんまにね全国1億2000万人のね太刀魚の浮き釣りファンの皆さんね、もうお待たせしました。本当にね、まあまだちょっとね夏太刀魚入ってきてへん感じなんですけどね、ちょっと今日風強くてねちょっと途中で心が折れそうな感じしますけどね。あ、ん？なんか釣れたわ、なんか釣れた。あ、アジ来た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 、アジ来た来た、もう来た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 、ちっちゃいの来ました。さあちょっと時間かかったけどね、17時17分、伸ばしていくで、ほらおったらすぐ来る、ほい久々にねちょっとやりますけどね、今日ちょっと風強いし大変なんでね、もうぶっ込みのねエレベーターですけどね、でやっていきますけど、おアジが、あ釣れた、なんか釣れた、よっしゃ、まあ目アジやな、バカ君か、ほんまに、なんか来てる、ほら来てる、17時54分、ほら来た、あ、外した、よし、ちょっとやる気出てきました。ただいまね19時27分、さあもうね火落ちますんでね太刀魚やっていこうかなと思いますけどね、さあやっと行くぜ意味わからんけど、さあやっと行くぜ何それはいはい、おったすぐ来る、あー今日風強いな、とりあえずねどういう状況なんかね分かりませんのでね、やるだけやっていきます。まあ夏太刀魚はまだもうちょっと先なんかなっていう感じはしますけどね、釣れてたらもっと人多いと思うんですけど、多分電気浮き投げたの俺が一発目かな、ね、投げてませんね誰もね、いやーでもなんかあの野間瀬のあたりはなんか残念やったね、結構引っ張って持ってきたんでもういけるかなと思って合わせたんですけどね、完全に素張りでしたね。まああのあれですよ、井上尚弥ですよ、井上尚弥見ました、ボクシング、まあすごかったね、まあなんちゅうのあのこう四角いリングここね
ね。四角いリングの外側外側見た観客詰めマスクもほとんどしてへんしどういうことってこうソーシャルディスタンスなんか関係なくもう観客も詰めやもんね。こうパパパパパパパってでマスクもしてへんしで、あの試合やってますからねなんなんって感じだね。まあまあちゅうことでね、タチウムね頑張っていきますさあちょっとキビナゴで反応ないんでサンマに変えてみますけど、まああんまり変わらんやろな多分ね。この時間でも当たりがないとなるとちょっとあれやね。って感じやね。おなんか当たり来た。今当たりやったな。サンマにしたらなんか急に当たり来た。なんやほらほら、ちょっと待って、これ当たってるな。当たってるわ。なんや立ち寄ると嬉しいんやけどな。なんか当たってるな。20時25分こっから沈んでくれへんな。こっから沈んでくれへんちゅうことはフグかフグっぽいな。いやこれ当たりやな。せやな、今なんかが食うてきてるけど沈まへん。微妙に沈まへん。浮き当たり。あーほらこれとか。ほらフグっぽいな。なんか当たり？おお、なんか沈んでるわ。なになに。ちょっとでも立ち寄っぽくないけどね、雰囲気的に。これなんか微妙に沈んでるよね。こっから沈まんねんけど、ちょっとライン出すわ。こっから沈んでいかへんねんけど。ちょっとこれは何？あ、なんか落ちた。あれ？ゴミやな。ゴミ。はい、ただいまね20時55分。さあ今んとこね、タチウオの姿はね全然来ませんけどね。まあ、真面目で当たりが来へんってことになるとちょっとまだおらん感じやな。まあもしかしたらまあね、運よく、ね、回遊に当たるっていう可能性もないことはないですけど、まあ、まあ、あっても単発かな。もうでもそろそろ始まってもええ頃なんですけどね。なかなかあるよね。いやでもなんかかじられたなということでね、まあ、なんか引き続きね、なんかねお酒も何時まで、7時か8時ぐらいまでしか出されへんっていうようなね、まあ、感じですけどね。まあ今まで全然ね出されへんかったのと比べると、まだ、夜に出せるっていうのは、いいっていうね感じですけどね。自分はね自分は全然お酒飲みませんのでね、酒を飲みに行けないっていうそのね苦痛っていうのはねちょっと分かりませんけどね。酒の代わりにタバコはねパカパカ吸いますけどね。
今なんかあのお酒を飲むのは悪っていう感じになってますけどね、タバコ吸う人間はねいつもそういうね、もうずっとねそういう感じですよね。もう何やったっけな、だいぶ昔出張で新幹線乗って帰りね、もう夜遅くてね、あのまあタバコ吸うんで、ね、喫煙車両をね乗るんですけどね、で乗って座って、ね、窓側に人がね若いお兄ちゃんいてたんですけどね、でまあやっと仕事終わって帰れるって言ってタバコに火つけよう思ったら隣のお兄ちゃんが僕やめてもらいますとかってって喫煙車両やからもうどこかしこでみんなタバコ吸うてるからもう空気モクモクモクってしてる中で、あ、なんかあたり来たタバコ吸うてる、こう隣でタバコ吸おうとする俺に対してタバコやめてもらいますとか言ってびっくりしたこれ、ほんまに。あの時間やったら、あの、多分禁煙車両も、その自由席もガラガラのはずなんやけどね。あ、なんかほらほらほら、なんか当たった当たった当たった。うわ、わ、わ。もうなんか立ち往生じゃない感じよね。サバかな、何やろうね。お酒を飲めない、こう飲むなってこう言われる人の気持ちはね、もうよくわかりますんでね、自分はね。しかもあのルールにのっとってタバコを吸ってるのに、こうダメって言われる理不尽さとかね。何それ。何やったんやろね。さっきのあたりは。あー、これはサバやな、サバ。サバが口の中一回ガバッと入れよったね。なんかね、なんか来た、なんか来た。今沈んだんやけどね、浮いてきたわ。サバかな、なんやろう、こサバがここだけかじったんかな。今なんかかじってきよったな。やっぱ一回口ん中入ってる感じやね。こんなんきびなご一投目でこんなんなれへんもんね。だいたいきれいに帰ってくるけどね。さんま大先生ではどないかね。おお、ほらほら、なんか来てるよ。ほら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 、なんでしやろかいね。いや、サバっぽいけどね。おー、アジ、フグ、サバやと思うんやけどな。ほらほら、まあ動かしたら食ってくるか、サバやな、これ。いや、わからんけどね。タチウオじゃない感じよね。一回ちょっと動かしてみようか。ほら、沈んだ。タチウオの可能性もなきにしもあらずよね。これ食いちぎられとるんだな。きれいに食いちぎられとるな。さて、ただいまね、21時38分。ちょっと何かしらのね反応が出始めてるんでね、ちょっと真面目にね頑張ってちょっとやっていきましょうか。サンマにしたらまあまあの反応、キビナゴでも反応出てたんですけどね。今なんかちょっと受け怪しいんですけどね。おお、よしよしよし。何者かが食うてきてんのは確かやな。夏タチオはまだって感じか。コツいろいろな。ほらほら。あらららら、サバの時間になってしまいました。まあもうちっちゃい。
シャイなやったらもう釣ってもしゃあないからね、ほんまにもう。お疲れた。めちゃめちゃ疲れました。自粛でもうなんかね、運動不足でさ、前やったらもうあのまま朝多分2時3時ぐらいまでは全然できたんですけどね。12時間でしょ、2時3時ぐらいやったら。半夜でもうグロッキーやで、ね、グロッキー。懐かしいな、グロッキー。まあ、夕方のあのサビキはね、結構いろんなもん釣れる感じなんで、朝方サビキやってそっから飲ませっていうのがええんかなって感じはしますけどね。夏の太刀魚はまだですね。なんかね、まあもしかしたらこのあとね、朝ね、バーッと入ってくるかもしれませんけどね。結構ね、ここは朝バーッて入ってくるパターン多いんやけど、1時2時ぐらい様子見て、でダメそうやったらまあスパッと終わろうかなと思ってたんですけどね、さすがにちょっとね、もう自粛でちょっと何釣り筋肉釣り筋肉っていうやつ、あの釣りスタミナっていうやつ、釣りに使う筋肉と釣りに使うスタミナなくなってるわ。もうほんま自粛のせいやね、やっぱりね、これね、やっぱりまあ自粛っていうお薬をね、出してもらったわけなんですけど、やっぱりお薬にはね、まあ副作用っていうのはございますからね。まあ、その辺ね、重々ね、やっぱり、考えていただければなと思いますけどね。